はい、こんにちは。イマジンアート研究所のナオジーでございます。はい、どうも。ですね今日はですね、常温保存のおやつですね、結果なんですけど、以前ね、中間のね、中間の発表っていうかですね、お知らせしたんですけども、このね、パンの常温保存ですね、この脱酸素剤脱炭素じゃないですからね、脱炭素もうそろそろで危ないですね。はい、ヨーロッパ、ドイツ、イタリアとかがね、なんか反対しだしてですね、どうなっちゃってんだろうっていう感じでですね、脱炭素、脱炭素みたいな感じになりますけど、シリコンバレー銀行でしたっけ、破綻したみたいですね、昨日か一昨日かね。明日の月曜日にね、どうなるかね、株価とかですね、為替とかどう動くのかですね、ちょっとね、ワクワクというかドキドキしながらですね、ちょっと待ってるんですけれども、私はね、為替とかね、金融関係はやりませんのでね、そんなところに博打するんじゃなくて、人生かけてますんでねほんとゴムなんかもね、倒産しちゃいましたからね、そういうところでね、リスクを負ってる、追いながらですね、生きてるんでね、そんな為替までね、そういうね、投資までね、手が回りませんけれども、まあね、ゴムの方ね、天然ゴム使ってですね、うまくいきそうですね。頭の中での話ですけど、理論的にこうまだね、一点ね、解決してないんですけど、まあそこ解決しなくてもですね普通に天然ゴム作る方法は分かりましたんでね、そんでまあできない要因というのはあんまりないんで、多分ねできるようになると思います。だから逆に言うとですね、日清レジンさんが、倒産というかですね、業務をやめることになったわけですけど、それによってですね、新たな方法が見つかって、もしかするとね、1年後にはね、帰ってよかったかなと思うようになるかもしれないです。今ね、それをね、やるためのね、まあいろいろなね、なんかトラップじゃないですけどね、もうね、すでにこう設置してるっていうか、僕の中ではね、いろんなね、方法っていうかね、いろんな分野のね、情報とかですね、工具類とかですね、機械類とかですね、その辺ありますんでね、だから、生ゴムじゃなくて天然ゴムでもってゴムベルトを作るのは理論的にっていうかね実際やってみないと分かんないんですけど、頭の中ではね、なんかできそうなんですよね。はい、ということでね、それはそれでまた今度ねやりますけれども、このねパンですね、これね、いつ作ったかっていうとですね、どっか書いてあるんだよな、ここね、ここ書いてあるでしょ。23年、1月12日ですね。今日はですね、何日かっていうとですね、12日だよね、そうだね、3月12日、要するにちょうど2ヶ月経つんですね。で、前回ですね、このパンのやつやった時には2月12日かなんかでやったんですよ。11日かな、そのぐらいにやって、中間っていうかですね、一応1ヶ月の時どうだったかっていうことをやったんですけど、全然惜しかったんですよねまずね、カビは生えてないですし、一切ね。ほんで、やっぱりね、乾燥はしてないんだけど、まあ冷たくなってるから、そのまま食べるとボソボソしますけれども、トースターで焼くとですね、作りたてとそんなに変わらない厳密に言うとまあ多少ね変わるかもしれないですけど、ほとんど変わらなかったですね。はい、なのでね、今度ね、2ヶ月経った時どうなのかね。まあ2ヶ月持てばもういいかなと思ってるんですよ。だから3ヶ月4ヶ月はもういいかなと思ってます。ただね、今度ねワッフルもちょっとね、長期保存しようと思ってますんでね、それはですね、まあ少し多めに作ってですね、1ヶ月ごととかですね、2ヶ月ごとぐらいにですね、変化を、確認できたらいいなと思ってますけどね。はい、ということでね、これ開けてみますね。
開けてみて、まずね、調べるのは匂いですね。よっしゃ、匂い、あ、パンの匂いです。遜色ないパンだけの匂いです。カビ臭いさとかないです。はい、こうね、ちょっとね、やっぱね、硬いっていうかね、パサパサ感はありますけど、これはね、あの1週間ぐらいほっとったパンとそんなに変わんないと思います。うん、そんなに変わんないですね。じゃあこれね、焼いてみます。はい、トースターで。はい、ちょっと待ってください。はい、焼いてきました。いや、わりかしね、柔らかくなってます。ちょっと食べてますね。うん、別にね、全然大丈夫ですね。美味しいです。はい、ちょっとマーガリンをね、ちょっと塗って、ちょっとマーガリン塗って食べてますね。食べます。全然大丈夫。美味しい。あのね、やっぱ作りたてよりは確かに、うん、ちょっと固めかもしれないんだけど、うん、味は、うん、これはね、手作りのパンなんですよ。前もやりましたけど、あの、これはね、パンのミックスを使って、あの、ホームベーカリーで焼いたやつですね。それを2ヶ月間ですね、熟成というかですね、脱酸素剤を使ってですね、保存しといたやつですけどね。ただね、袋はね、特殊なんでね、はい、特殊っていうか、要するにそれ用の袋を使ってます。普通にこうポリ袋みたいなね、ああいうのでやってもですね、酸素とかですね、水分がこう浸透してってしまうんでね、抜けてるって入ってきちゃうんでダメなんですけど、要するに酸素を通さないですね、素材の、まあ、袋を使って、そこに脱酸素剤を入れてですね、保存すると別にね、そんなにね、無菌室とかそういうのじゃないんですけど、結局はですね、要するに菌とかねは、酸素がないとですね繁殖できないんでね。なので、うん、カビとかそういうのもなくてですね、うん、ただね、あと何年もっていうことになると、例えばこの中に含まれてる、なんていうんですかね、なんですか、油分とかね、油分とかですね、そういうのがあるとですね、それがプラスチック状になる可能性があるんですよね。うん、なので、まあ、どのくらい持つかっていうのは分かんないですけど、この僕の感覚ですよ、もう2ヶ月は持ちましたから、半年ぐらいはね、なんかいきそうな気がしますけどね。また今度ね、引き続きちょっと追加実験をしてみたいと思いますけれども、うん、以前なんてだっけな、ランチパックのですね、もう何年も前ですけどね、やりましたけど、1年以上ほっといてですね、開けたらですね、まあカビは生えてなかったんですけど、ただね、卵がねプラスチック化してましたねはい、匂いとかはそんなにないんですけど、そういう腐ってる状態じゃないんですけど、要するに油がね、分離するっていうかですね、分離したりとかですね、こうなんていうかね、こう固形化するっていうかね、そんな感じでやっぱ化学変化が起きてます。だから要するに生物的なね、変化、腐ったりとかっていうんじゃなくてですね、もっとね、低次元のですね、化学物質としての変化っていうのは起きてますね。はい、ただね、それによって体に害がないと思うんで、食べても多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと食べる勇気がなかったわけですね。ですけどね、パンはね、まあ、少なくとも僕のやった実験では2ヶ月は持つということですね。予測ではまあ6ヶ月ぐらい持つんじゃないかなという予測ですけど、また、ワッフルとかを含めてですね、また追加試験をやってみたいと思います。はい、こういうのやってると、例えばパンとかですね、保存できますよね。缶詰ってありますけれどもね、うん、
やっぱコスト面の話もあるんですよね、うん、これやるときには例えば袋代がちょっと高くなるのと、あとは脱酸素剤を入れなくちゃいけないんでね。そうすると作りたてを食べるよりはコストが上がりますよね。あとは僕がやってる乾燥ですね、乾燥米とかね、乾燥野菜なんかも乾燥させるときにコストかかるんですよね。だから取れたて食べるのが一番いいんですけど、ただね、旬のものとかありますんでね、そうするとその旬の時しか食べられないし、凶作とかですね不作になった時には食べられないわけですよね、だからある意味ね保存食っていうのはですね、一つにはあのバッテリーと同じようにね、バッテリーってあの充電池と同じように、あの例えば太陽光の充電器、僕太陽光はダメだと思ってますけれども例えばの話ですけど、充電できる時に充電しておくと、うん、だから食料も取れる時に取っておくと、その代わりその時には食べきれなかったりとかですね、使い切れなかったやつを保存するっていうことですね、備蓄みたいな形ですね、うん、それはね必要なことじゃないかなと思ってます。だから逆に言うとね、っていうか農業とかねそういう生産もですね、そういう保存食っていうかね保存用の工場、例えば乾燥であるとかですね、缶詰であるとかですね、だってあれ缶詰、魚の缶詰なんかはそうですよね、例えば遠洋漁業なんかは取ってその場で缶詰にしちゃうわけですよね。缶詰のあの工場みたいなね船と一緒にねこう取っていくわけですよね。そうしないと取って保存しておくっていうと、まあ冷凍保存はできますけど、そうじゃなければですね腐ってしまうわけですからね、取ったその場でですね保存ね缶詰にしてしまうっていう方法がありますよね。だから農家さんがね例えばもう保存食も全部作ってしまうと、その時にまあ、太陽光とは言わないんですけど、夏であればですね太陽熱を使ったですね、ただね夏に日本の場合ね日本で、乾燥させるとですね、僕失敗したんですけれどもね、湿度が高いんでねなかなか管理が難しいんですよね、だけれども光はたくさんあって熱量はあるんでね、それを別にね変換してっていうかですね、まあ太陽光でもいいんですけど熱エネルギーに変換して、それを乾燥の、時のねエネルギーとして利用できるっていうね、そういう方法とかねいろいろあると思うんですよ。まあ小川が流れてたらそこで電気を起こすなりね、ポンプを動かすなりね、今度やろうとしてる、エンジンでもって冷房するとかね、うん、そういうエンジンでもって例えば回すことに冷房でもできるし、ヒートポンプですから熱を上げることもできるんでね、そうすると熱を上げれば乾燥できますんでね、そうすると何が言えるかというと電気使わずに、乾燥ができるということになりますよね、うん、なのでそういういろんな、ね、組み合わせとかね発想の転換とかね、その場所に合った方法を選んでいくっていうのは大事なことで、ですからいろんな選択肢とかで、ね、僕大事にしてるのは選択肢とかですね、いろんな方法を知ってるっていうか方法ができるってどれいうことで、それを使うかどうかはですねその場で決めるわけですから、でも必要な時に使えなかったらしょうがないんでね、使えるようにしていつもね武器としてね持っておくと、調理人がね包丁をたくさん持ってるっていうのはそういうことですね、全部をいつも使ってるわけじゃないけれども、その場その場のこう食材によって使い分けるわけですね。だけど包丁1本でやるとまあ中華なんかは包丁1本でやるみたいですけど、やっぱりねうなぎをさばくときにはうなぎの包丁がいるし、魚をさばくときに出刃包丁とかね野菜包丁とかあるようにね、やっぱりねその手段というかですね道具というかですね、方法というかそういうのはねたくさん持ってるに越したことはないなと思っております。はい、なのでねこれからもねいろんな方法も追加していきたいと思います。この後ねちょっとね最近手に入れたですね、手に入れたっていうかですねちょっといただいたねウォークマンについてですね、動画したいと思いますんでね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。なおじいでございました。はい、いただきます。
全然美味しいです。はい、失礼します。